どうもこんにちは、作家料理家の樋口直哉です。今日は名店の味風の豚汁の作り方をご紹介します。はい、それでは材料の紹介です。すごいシンプルな豚汁で、豚汁の普通の豚汁って大根が入ったり人参が入ったりするんですけど、豚肉と玉ねぎ、それにお味噌と、これがトップポイントで甘酒が入ります。豚汁って普通は、野菜と豚肉を煮て、そこに味噌を溶いて仕上げるんですけど、この作り方の場合はまず煮汁を作ります。お水が 100cc、 すごい量は少なめです。これは玉ねぎから水が出るので、それを出汁代わりに使うということですね。でですね、甘酒が入ります。これ100レシピだと、概要欄に書いたレシピだと 100cc になってるんですけど、これ1個1パック125が入ってますね。まあ全部入れちゃいましょう。甘酒には酒粕由来のものと、このこういう麹を使った甘酒があるんですけど、麹を使った甘酒を選んでください。これに味噌を溶かします。これポイントで、味噌って米味噌、豆味噌、麦味噌があるんですけど、一般的な米味噌を使ってください。で、味噌って麹の割合が多いほど甘くてコクがあって美味しいんですけど、今日はね、普通の味噌なんですけど、甘酒を加えて、要は麹を足してね、甘みを出してます。ちょっと甘めの味付けなんで、ちょっと食べてみて甘いなと思う方は、甘酒の量をちょっと減らして作ってみてください。これはね、豚バラ肉はね、5センチぐらいの長さに切っていきます。これを先ほどの煮汁の中に入れちゃいます。で、ちょっと固まってても、こういったほぐしてあげればすぐばらけてくれるので、まあ、多少くっついててもね、全然問題ない料理なんで、気にしないでください。はい、玉ねぎ切っていきます。これね、お出汁とか使わないんで、もう玉ねぎと豚肉から出る出汁が味のベースになります。で、玉ねぎ味を出したいんで、味出したい時は普通こう繊維をこう切るんですよ、こういう風に。でも、切ると、まあ、あまりにもトロトロになりすぎちゃうんで、今日はね、こういう風に串型に切っていきます。この繊維を残して串型に切る。厚さは厚すぎなければ大丈夫です。もう一個切っていきますか。頭とお尻を落として、ちょっと芯が気になる場合は取ってください。でもね、芯もね、薄切りにして煮ちゃうともう煮えちゃうんで、そこまで神経質になんなくても大丈夫です。で、この切ったものも煮汁に入れていきます。これね、玉ねぎがいっぱい入るんですけど、この玉ねぎがトロトロになって、まあ、シチューみたいなね、和風のシチューをイメージしてるんですけど、みたいな仕上がりになります。で、蓋をして中火にかけます。で、この料理って僕が新潟の妙高っていうところに取材に行った時に、この缶ずりっていうね、唐辛子と米麹、柚子をで作った発酵調味料があるんですけど、これの取材に行った時にお店で食べた料理です。そこのお店もこういう作り方で、具材が玉ねぎと豚肉とお豆腐しか入ってなくて、あ、この後これにお豆腐入れるんですけど、それだけで豚汁って美味しいんだなって発見があって、まあ、それで料理を組み立ててみたっていう感じです。で、そこのお店はいりこのお出汁を使って、新潟のお味噌なんで、ちょっと麹の多いちょっと贅沢な味噌を使ってるんです。で、その味に近づけるために甘酒で麹を足してみたっていう味の組み立てになってますね。で、これ沸いてきたら、強火のままだと水分が煮詰まっちゃうんで、弱火に落として10分煮ます。豆腐を切っていきます。豆腐はね、絹こしもありますけど、この料理には木綿が合う。これ2分の1丁なんですけど、こういう感じで切っていこうかな。ちょっとね、大きめです。どうしよう、半分に切ろうかな。半分に切りました。これで後で入れます。はい、10分経ちました。開けます。もう
最初の入れた水がすごい少なかったのに、こう玉ねぎからすごい水が出てきてるでしょ。ここで豆腐を加えます。で、豆腐からも水が出るんで、その水もね味になる。豆腐が温まるまでさらに5分炊いていきます。はい、5分経ちました。開けます。美味しそうね。もう出来上がってるんですけど、一旦味を見ていただいて、ちょっとやっぱり甘いんですね。で、お醤油を小さじ1、レシピでは書いてます。醤油でちょっと味を締めるっていうイメージですね。で、味噌より醤油の方が旨味が強いので、お味噌汁にね最後にちょっと醤油を入れると味がすごくよくまとまります。お味噌汁の塩分濃度って、適正な好みの塩分濃度って、その人が育った環境とか人によっても全然違うんで、まあご自分で調整しながら召し上がってください。いろいろ試してください。このねトロトロのね玉ねぎと豚バラの脂がこう混ざったところが美味しいんですよね。で、このだけだとやっぱりちょっと甘いんですよ。だけどそこに缶ずりであったり、まあ缶ずりない方も多いと思うんで、七味、一味唐辛子とか、これ黒七味ですけど、黒七味とか、まあ胡椒とかね、なんかあれば、あるものをいい具合に工夫していただいて、僕は缶ずりを使っちゃいますけど、ちょっとね辛みを入れてあげると。はい、これで盛り付けてどうぞという感じです。これで甘酒豚汁の完成です。ではいただきます。一味をねちょっと振って、うん、美味しい。玉ねぎだけで全然いいですよね。我ながらすごい美味しいっていうね思ってます。ポイントです。ポイントは、味噌汁作るときは、具材が少ないときは味噌の風味を生かすために味噌は最後に加えます。こういうふうに豚汁みたいに具材がたくさんいる場合は、具材に味噌が馴染むまでの時間が必要なんで、最初に結構味噌を加えてこうやって煮ていきます。で、味噌汁最終的な塩分濃度の調整が必要なんですが、だいたい人間が適正な、まあ人間好む塩分濃度って 0.8% から 1.0% って言われてますけど、味噌汁に関しては 1.1% から 1.2% ぐらいが、美味しいと。まあ人によっては 1.3% が好きって人もいますし、で、お豆腐が入ったり豚肉が入ったりするとタンパク質の味が入ると塩分感じにくくなるんで、少しね強めの味付けにして食べてもらうっていうのが美味しく食べるコツかなと思います。今日は豚汁、簡単なレシピでしたけど、冬まだ寒いので、ね、ぜひ作ってみてください。それではまた。